これで4時まで待ってみますか。今ですね。何やってんだか、こんな身内で。右手、左手。よし、じゃあ始めていきます。月1になってますけど、今ね、コロナの時毎日やってたリモートワットマンですけど、今日、毎月ね、9月、毎月20日ぐらいに、新しい曲と、ものが送られてくるんで、それをまあ月1回やってる感じ、月1回お披露目も兼ねてやってるわけなんですけど、じゃあ早速やっていきます。これ一応9月分です。9月の新曲ってやつですね。で、出てくる種目が、まあ、その時によって全然違うんですけど、今日は12種目、少ないです。12種目を、4つには、3つに分けて、4種目、4種目、4種目に分けて、4週ずつ弾きます。なんで、同じことをなんか繰り返してるような、そんな感覚が、さっきね、ちょっと、スタジオでやってきたんですけど、そんな感じを受けました。じゃ早速、じゃやる種目説明していきます。で、こんなに跳ねれる場所にいる人って、そんなにね、やる、今見てるだけの方もいるかもしれないですけど、いないと思うので、4種目を4周するわけなんで、1周目は、例えばマンションの、ね、上層階でも、どんどん響かすことができない場所でも動けるような動きを最初1周目やって、で、2周目からガンガン動いていきますね。そんな感じで、やっていきましょう。じゃあ1個目です。これも、床関係ないです。一つ、二種目目。シングルウエストワーカーっていう動きがあって、で、ちょっとライブ配信、右と左逆になって自分がごっちゃになっちゃうんで、どっちか、必ず片方ずつで、両方出てきますから、どっちからでもいいです。頭の下に手を添えて、じゃあ、レフトって右、じゃ、左肘を、こっちか。左膝に当てて、伸びる。当てて、伸びる。いや、横向き、側屈です、側屈。これね、まず一つ。はい、これを約25秒続けます。25秒続けたら、ハーフターンスクワットジャンプ。ハーフターンスクワットジャンプ、半分です。スクワットして、半分。で、逆に戻ってきます。右肩から動いたら、左肩から動くという感じで。で、これ、そのままスクワットして、パタンと。跳ねないで、後ろ向い、前向いてスクワット、後ろ向いてスクワットでも十分いけると思います。はい、2つ目、3つ目、シングルウエストワーカー、逆です。さっきの、肘と膝、くっつけて、伸ばします。くっつけて、伸ばすね。よいしょ。4つ目、スクワットクロス。X の形を作る感じかな。前に開いて、戻って、後ろに開いて戻ります。これかなり下に響くんで、音を立てないで、右左という感じでやってもらってもいいです。1周目はこんな感じでいきますから。で、今のが4種目、1つ目の枠、セット1の4種目です。これを4周したら次いきます。それ次、ティープレスアップ。これも床に手ついてますから、あんまりか関係ないと思います。腕立て1回。腕立て1回。片手上に上げます。これが T ですね、T。もちろん膝ついてても OK です。T プレスアップ。で、ワイドナロージャンプ。もうそのままです。閉じる、開く、閉じる、開く。ローでいくなら、閉じる、開く。跳ねない場合は、膝をしっかり曲げて、スクワットを強調した方がいい。なんだ、大丈夫、見えてる？見えてます？あ、遅れて見えてんの？これ大丈夫ね。なんか一回切れたって言って、で、接続が見えたんで、すいません。見えてない、いきます。若干遅れますよ。隣でリモートもやってるんで、ちょっと変なこと言ってるのはこっちに言ってますから。
仰向けで、ダウン、アップ、ダウン、アップと、もうこれ単純です。これ膝を曲げればちょっと強度を抑えられますね。主に何だろう、下腹部、へそから下ですね。はい、3つ目4つ目、曲の中では S&S って言ってきます。最初の S はスプリント走ります。で、2つ目の S はスクワット。なんで走るを、もしくは例えばもう音を立てないでいくんだれば、もう早く歩く、早歩きでいいです。で、スクワットですね。これ8回のスクワット結構多いですからね。はい、今の T プレスアップから今の S&S まで4周します。はい、最後の4つサイドプランク、レフトライト言うのでどっちでもいいです。肘ついてこのままです。ちょっと画面切れますけど、で、できればそのままちょっとお尻上げてパルスです。揺らしていきます。はい、立ち上がって、これパットワン特有ですね、スキップコンボ、縄跳びのように8回跳びます。なんで跳ねれない方はかかとを上げるだけですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 で、かかと蹴って走ります、8歩。その時に、まあ、縄跳びですよね。 1,2,3,4,5,6,7,8 この繰り返しです。まあ、手なくてもいいですからね。で、もちろん跳ねれなかったらかかとを上げ続けてください。かかとを上げるってお尻に近づけるということは、ももの裏使ってきますからね。はい、割愛しますけど、サイドプランク、さっきの逆、今さっきこっちやった方はこっちで、で、これが最後です。バーピーで、パットバーの中のバーピーはバーピージャンプです。1,2,3ジャンプで、もちろんジャンプしなくても OK ですから。よし、で、ざっと今12種目説明しましたけど、これを4周ずつやっていきますからね。よし、じゃあ一回水分取ってからスタートしていきます。音楽を上げていきますからね。よいしょ、さあ行くよ。では、ここから20分です。20分続けていきましょう。スタートです。This is the Fat Burn Extreme Sclero Workout, starting with single waist worker lift. さあ、休むときは思い切って完全に休んでくださいね。いきます。シングルベースワーカー。ついて伸ばす。膝と肘、脇腹です。横向きで体を倒すんじゃなくて真横、これはもうノーオプションもフルバージョンも変わんないしね。ハーフターンスクワットジャンプ、じゃあ跳ねないでいきます。スクワット、後ろでスクワット戻ってきます。はい、こっちは最初から跳ねれるんだったら見てください。簡単スクワットジャンプなんで、しっかり膝、股関節曲げます。シングルウエイストワーカーライト、さっきの逆、前にスクワット、で、戻って後ろ、はい、X の形を作ります。はい、まだ跳ねない。はい、これもスクワットですね。しっかり曲げます。シングルウエイストワーカーリフト、さっきの逆、さあ2周目、
Return squat jump.跳ねていきます。はい。音を立てない。これを続けてもいいです。Single waist worker right.ちょっと見つめられてるんですけど、トリミング抜けてないんでもじゃもじゃです。あ、もういっちゃった。スクワットクロス。はい、はい、開く開く。前はかかとから入る感じ。後ろ足の全体。はい。はい。Single waist worker left。逆。あ、逆か。こっち。3周目。交互にやってもらえれば間違いないですね。Turn squat jump. さあ、ターン。あ、ワンクッション、ワンクッションいらない、ワンクッションいらない。一気に、一気に。これです。はい、Single waist worker right.Squat cross. 前。後ろ。X。はい。はい。はい。Worker left. もう一周。脇腹。これ4周目です、4周目。セットワンの最後。Half turn squat jump. スクワットして後ろ見て。Single waist worker right.最後最後、うん、休みがないんで途中で必ず休み取ってくださいね。スクワットクロス。Tpress up. さあ、スモカスマス。腕立て1回。片手上。で、逆の片手上。膝がついらついても OK です。
Wide narrow jumps. ジャンプない。肩でいくなら開く。閉じる。開く。閉じる。はい。まずはこれでいいです。この種目4セットありますからね。はい。しっかり曲げる。膝曲げる。膝曲げる。Leg raises. Come get. で足浮かすれすれ up. すれすれ up. おお。よいしょ。へそから下ですね。軽くで。おお。S and S. じゃ。もう曲げていいや、4つ1、2、8、よし、吐き出しちゃった1、2、3、4、もう一回、もう一回いけるか、最初に戻ります。 T press up、 これを完成、ワンプレス1、ワンプレス1、まあ、ついて言えばスピード上げるぐらいかな。Wide narrow jumps。じゃあ跳ねてみます。Leg raises. これで寝るのが結構辛いですよ。レベージ。よいしょ。わ。休み取ってくださいね。基本的にここで休みってことは言わないですから。S and S。じゃあスプリント走ります。まあ、8から10ぐらいね。8で止まんない場合もあるから。 T press up。 3周目。さあここで時間的にあと半分です。わあ、さあやることにください。Wide narrow jumps。もちろんこれでもいいです。Leg raises. S and S.走れ。8歩8回スクワット。膝を上げるというテンポ、テンポですね。 T press up。 4周目。続けて膝をついて素早くいくか、膝を上げて確実にいくか、どっちでもいいですね。
wide narrow jumps. Leg raises. よし、ダウン。アップ。S and S。さあ、最後。4セット目。Side plank right. 右手下、まあどっちもいいですけど、横、そのままできればパルス、急に汗が出てくると思います。止まって、急に動いて止まるから。あ、スキップコンボ。じゃあね、足見えるから、かかと上げるだけ。1、2、3、4、5、6、7、足、1、2、3、4、5、6、7、8、これ上げる。ローインパクトバージョン。離れる方は離れてください。8、1、2、3、4、5。サイドプランク、レフト。サイド逆。サイドプランク。ちょっと揺れることできたらちょっと上げますね。ブーピーズ。ブーピーズ。ノージャンプできます。立つ。Plank right. 2周目。さっき逆の肘した。Skip combo. じゃあ跳ねてみますよ。Side plank left. さあ、ゴールじわじわ近づいてます。Burpees. バビー。じゃあ跳ねますよ。Side plank right. 3周目。バルス。
chip combo. Side plank left. Side plank left. やりながらだよ。次のバーピー一応10回を目安にやってます。なので4セットやったらバーピー40回やることになります。ぜひ自分と同じ合わせて10回目指して、バーピーよっ、よし、ここから1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、さあ続いて跳ねなくてもいいです。ラスト残り4つです。大丈夫大丈夫、動いてないけど。スキップコンボ、スキップ、はい、さあ残り2つ、さあラスト、ブルーピース、さあいける10回目、Fatburn Extreme Sclera Workout is now over. Let the afterburn begin. ちょっとストレッチして終わりますか。ちょっと曲変えますね。最後多分自分と合わせてやったら11回半ぐらいはいきます。片足後ろ、じゃあ肩、でお尻入れて後ろ足ね、で腕の裏、急に止まってるから、ね、動いてた方は汗止まんないかもしれないですけど、一歩前、前の膝伸ばしてください。ももの裏、ふくらはぎ、つま先アップ。じゃあ逆足後ろ、かかとしっかりしてください。ね、今日見てる方だけに初めて話すんですけど、10月10日あのなんてスポーツの日だっけ、あの日このファットバーン普段ね、あの有料でやらせてもらってるんですけど、7階のスタジオで午前中かな、
あの無料で限定で一回やらせてもらうように交渉中です。あの多分大丈夫と思うんですけど、まああの一応交渉中ということで。なかなかね8階のスタジオっていうのがあの敷居が高いですから、ね、もともとはお客さんフロアじゃないんで。じゃあ大きく左で肘と膝くっつけてお尻下げます。でそれ7回でやるんでね、いつものスタジオですから、まあ、参加しやすいのかなと。一応ね説明をきっちりね初めての人が来るだろうから含めて45分のレッスン枠にしてあります。で正味20分ですよね。肩どっちもいいです。終わるっていうと出てくるんですよね。無理だな、分かんの終わんの。あ、通るだけ。あ、じゃああんまテンション高くないみたいな、あんま乗ってこないです。ずーっと。よし。で、後ろ、斜め下。胸がきます、振り立てして。Tプランク意外とね、片手で支えるんでね、肩抜くんですよね。両手上伸びます。伸びてで左右に振ります。よし、さて振って、まあ汗はね止まんない、動いた方は止まんないと思いますけど、あの水分の補給きっちりしておいてください。でライブ配信また来月20日過ぎにまたやりますんで、よかったら顔見せてください。ありがとうございました。あ、いるから、せっかく入ってくるじゃない。はい。バイバーイ。もじゃもじゃです。来週トリミング行っちゃいます。